となるテートブリテンターナー賞は50歳以下のイギリス人もしくはイギリス在住の美術家に対して毎年贈られる賞。19世紀イギリスのロマン主義の画家 JMW ターナーの名にちなむ。国立の美術館テートが組織する賞で毎年春に顕著な活躍をしているイギリスの美術家の中から4人がノミネートされる。ノミネート者の作品が展示されるターナー商店は 毎年晩秋から冬にかけて、ロンドンのテートブル展で開催され、会期中にターナー賞受賞者の発表及び受賞式典が行われる。ターナー賞は1984年に開始されたが、さほど世間の関心を集めず、1990年にスポンサーの撤退で一旦中止された。テートの館長であるニコラス・セロタ卿が1991年に、 ノミネート者の年齢制限やテレビ局との協力など大きく見直しを行って以来ターナー賞は刺激的な若い作家が多数受賞するイベントとなり世界の美術業界だけでなく普通のイギリス国民にも注目される美術賞となってきている2000年代に入りコンセプチュアルアーティストが受賞する傾向があるが作品の媒体は限られておらず 画家や彫刻家もこれまでに受賞している。2004年以来、賞金は4万ポンドとなっていたが、2008年は2万5000ポンド。毎回異なったスポンサー企業がついているが、1990年代からは、テレビ局のチャンネル4や人で有名なゴードンズが常連となっている。受賞式はチャンネル4で中継され、ミュージシャンや俳優、文化人などの有名人が多数出席し、 各メディアで大きく報じられる。賞も有名人から授与される。2005年の受賞式典に出席するイギリスの名物編集者、スタイリストのイザベラブロー手前はターナー賞への抗議活動家たちターナー賞をめぐっては、論争が非常に多い。ノミネート作品の話題やノミネート作品をきっかけに、した政治討論など、現代美術の話題が、 イギリス市民の話題に上るようになるなど、ターナー賞は美術を身近なものにした。一方で美術のゴシップ化や政治問題化、美術家の芸能人化などが批判されることもある。展覧会に出品される作品をめぐる観客や、マスコミからの批判も過去に多くあった。ターナー賞に、ノミネートされたダミアン・ハーストのホルマリン付けのサメの作品、トレイシー・エミンのコンドームや、タバコや、 日用品が散乱しただらしない自分のベッドを再現したマイベッドなどは避難を浴びた。また別の方向から避難を浴びることもある。政府筋、出席したゲスト、審査員による批判などがその一例である。さらに毎年各種アーティストによるターナー賞に対する抗議活動も行われている。1 9九十年代初頭の K ファウンデーションによる攻撃や スタッキズムなどのデモや、抗議活動のほか、派手なターナー賞に対抗して異なる、美的価値から別の賞を行うグループもある。ありがとうございます。